おはようございます。 M1 で優勝しておりません、町浦ピンクさんにのメガカスのヤーマンです。たくさんのおめでとうコメントもありがとうございます。私じゃないです。確かに見たら似てたよ、似てた、俺も思ったよ。非現人さんの次に、ね、似てるって僕思いましたから。本日もやってまいりました。前回のザトウイチのラッキートリガーの動画も見ていただけましたでしょうか。まだの方はぜひ見ていただきたいんですけれども、本日もやってまいりました、パチ屋へ。ってことで、昨日のリベンジ戦、噂の信頼コンプリート出まくってるという399マックス機のアリア、もう今までのパチンコは何だったんだよと本当に心から思ってるんですけれども、私挑んできてどんなものなのか検証してみたいと思います。ラッキートイガーただの上位ラッシュ説なんじゃないかと僕は思っていますけど、マックスにはマックスの良さあるんじゃないかと僕は思ってます。昨日の10万円全て取り返させていただきます。次に北斗のラッキートイガーの分も取り返させてください。コンプリートよろしくお願いいたします。行ってきます。カスタムはシンプルモードをこれ入れましょう。プレミアムエイスも先フラッシュいいね。先フラッシュ選べるのか、復元率が高い。サイド 17%。 なるほど、これでいこう。中で、まずは中で言います。さあ始まりました、アリア399マックスキア帰ってきたぞということで、巷では3万発は余裕、5万発も余裕、一撃でコンプリートなんて噂もございます。ラッキートリガー入れるまで頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。今日こそはラッキートリガー入れるぞ。これが叫ぶるってやつ、叫ばれ、これどういうこと。さあパラシュート、弱い男を逮捕よ。これ緊急じゃないか。私とあんたと一緒に戦う。いやでもアリアのキーは死んじゃダメだ。ここからお兄ちゃんは私のものだよ。え、金疑似だよ、金疑似。こんなもんなの。理解しました。これ僕ボタンを完全告知にしたんで押した時点で外れてたんだ。ちょっと俺がやりたいのはこれだ。先フラッグ、こっちの先フラッグします。本日一発目のアリアちゃんの先までね、40% です。さあ頼むぜ。ここで当たってくれればまだ151回転1万円以内です。どうする、どうする、どうする、これほらよ、ここからは協力しないか。ただし一時休戦はね、サウザンクロスチャレンジ、ミッション3回突破で大当たり。ファーストミッション、バナナを手に入れろ。これ白芸的な感じか。はい、60%バナナ、ここは行くよね。セカンドミッション、トラを撃退しろ。やるしかない、もう俺が守る。サクッ、ここも行くよね。ファイナルミッション、絶望するネモを救い出せ。さ
さあ399分の1前日のザトウイトの10万円返してください。俺え、こんなに簡単でいいの？マジで？ザトウイチだ。さあ、何がザトウイチだ。やってやるぜ。うっ、これ絶対いいやつ。もっと私を楽しませろ。55% 取れてた。やばい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 、ブラックラグみたい、ブラックラグみたい。やべえ、みんな今日気持ちいい、打ちっぱなしで OK、 全力打ちっぱなし。この後はシームレス、さあすぐに始まった。好きなモードが選べる。まずはアリアで、さあここからが勝負、突破できれば 80% のむちゃくちゃ熱いラッシュです。気合を込めた朝日氏メガカス様、頼む。よし、カモン、行ってくれ、やったよ。やったー、ニトリが突入。アリア最高。俺の10番返して。次はボタンでいたずら告知します。さあ来た、まあ、ここから継続率 80%、 シコシコになってる、シコシコ、これはある。はい、ダメ、カモン、カモン、なんでだ、ちょっとタイム、ラッキートリガー入れた瞬間に終わるのやめようね。これエヴァと同じような流れだと思うんですよ。デモ画面打法いきましょう。よし、まず音は止まった。この後よな、逃がないということで、音止め打法でいってみたいと思います。こんなとこじゃ終われない。俺の10万シコシコで終わりです。俺のラッキートリガー、本当にこれラッキートリガーだ。おさあ、一発告知、ここも入れていきます。17でボタンバイブはなし、ここが光ったら当たりらしい。残り10、さあ初のヒステリアチャンス、キャップレイで遅刻遅刻、何やってんだ、早く離れろ。さあ先まで書きたので、ここは行く。このまま学校を急ごう、仕方ないの、ヒステリアの大きな、俺のそばにいてくれ。さあ上がれば上がるほどチャンス、おそらく前作と変わってないはず。
常に君でなる。まだまだこれからも君だけだ。オーバードライブさ、2人でそんなことをしようか。どういうことだっけ。メイドの居場所はご主人様と同じ。ご主人様だっけ。ありゃ、もう一丁、もう一丁、もう一丁。よし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 、知らせるものだよ。知らしてみやがれ。さあこの上がレインボーなんですが、金までは行った。さあただアリア、ここでまだ信じれない。どいつもこいつも飾るよ。この列車お前たちの顔を見つけるね。いや金ちゃんちゃる押すか。手続きはここまでね、一人増えても何も変わらないね。ありがとう、いい薬です。さあまだ持ち玉よ。私ともっと戦おうぜ。もう一回、もっと55倍、もっとだ55倍、もっと私をときめかせてくれ。あれさっきこのんだパターンじゃなかった気がする。はい、マジ。まだまだ次行くわよ。やるじゃない、さすが私のパンダだね。まあ昇格チャンスなんかはないと。ただここの時点で399引ければ問題ないから。さあ70回転で399引く、でかかった。待て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 、マジか。さあここ右打ち中のバレはどうなる。まだまだ10条諦めるな、武帝は決して諦めるな。はてな、おい、どうしたら許さないことね。ここも金、さあ7点にはならず。いい狙いだ。やばい、ヒステリアチャンス。さあラッキートリガーをおそらくかけたヒステリアチャンス。ルバンスをこうして温めてあげますからね。ルザの方こそ顔が赤いんじゃん。キスクリアモンスラッキー。や待て待て待て、ラッキー増えてます、増えてます、増えてるイコール3000以上。知らしてみやがれ。今日のメガカスタムやべえな。ヘイ、さあここもキュイーン。ボールレインボー、まさかの右打ち70回転で引き戻し率 10% ほど。メガカスタムで数回転で決めてやりました。武帝をやめたいの。武帝のまま死んだら勝てでしょ。私だってまだママを助けてない。私たちはまだ死ねないの。武帝は武帝を見せる。だから絶対着陸する。武帝剣士の一条、仲間を信じ、仲間を助けよ。今日の俺は一味違うかもしれない。間違い探していきます。さあ頼む、3万発、まずは3万発。さあここ右と左で間違いが起きたら当たりらしいです。ダメだ、一回トイレ行こう。一回トイレ行ってきます。
ける気がする。チューチュー、メガカスタムじゃこっからはダメだ。ギガチェンジ3万発お願いします。ギガカスタム。なんでラッキートリガー入れると私が助けてくれるカードの終わっちゃうの。なんか壊れてる。どうしたらいいか分かりません。俺ラッキートリガー2回入れたんだぜ。電話まで。引いちゃった。大当たりチャージ。ノーチャンス。残り1万2000円です。キーズさん、でかっでかっ。こんなん知らせるものなら知らしてみやがれ。え、ヒステリアノルマール少なくね。この列車お前たちの顔。タイトルは普通。俺あの剣外したくないぞ。頼むぜ、ね、頼むぜ、ね、大丈夫だよね。大丈夫だよね。あんなでっかい剣外れんの。カモン。は待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あんなでっかい放流外れんの。エース見えなかったけど。それはねえよな。それはない、それはない。はあ、信じられない。なんでこっちは引けるの。あと2000円でこうなるんですか。上だけ7が揃ってるよ。ラッキートリガー本当に勝てるんですか。一旦作戦会議。ありゃ完全に朝一勝ちパターンだと思ってたんですけど、本当にあれ信じて大丈夫ですか。399分の1で合計ちゃんと引いたのを時短中も入れて3回、確率収束するかのようにチャージが来たりとか、本当にあの大当たりの連チャンの確率収束してくれますか。2日連続銀行ですよ。もうこれ以上は下ろしたくない。明後日から俺大阪行かなくちゃいけないんですよ。でその後また寝台出るでしょ。ラッキートリガーにも人生狂わされてるよ。ラッキートリガーってこれただの上位ラッシュじゃないですか。歩いてて気づいたんですよ。店内エヴァか望郷製こっちの方出てますよ。ラッキートリガーなんかいらないんじゃないですか。なんだったらあの羽物の TOKIO のグリーンの方が出てましたよ。8000発出てましたよ。8000発。投資のこと考えたら羽物の方がいいと僕は思っちゃってるんですけど、諦めきれないんでお金下ろしていきたいと思います。ベキちゃんじゃないか。奇跡の。流れ変わったぞ。みんなちょうど4万円。
泣いても笑っても、それがラストチャンス。必ず突破させて、ラッキートリガー、よかったよと言えるように頑張ります。いや、ごめんな、テラカスタム。カモン、26番、26番、2回転目ダメ。8番ある、ない、8番、はい、ない。私が助けてリテールガールの何なんかこれ。ラッキートリガーは勝てません。次戦終了。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の財布と一緒でですね、急に雪降ってきました。極寒の寒さです。ということで、私ラッキートリガー実戦、信頼の北斗を入れますと5連敗。皆さん、ラッキートリガーは人生狂うんでやめた方がいいですよ。ただ一つ言えるとすれば、アリア、演出、カスタム、期待感、むちゃくちゃ面白かったです。ラッキートリガーの中では一番面白かったかもしれません。通常時飽きずに回せました。ただもう僕の心はもう折れ切ってるので、皆様にこれが楽しかったという顔はできません。なんでかっていうとですね、本日の投資4万円、回収がゼロ、2日合わせて10万円ぴったり、そしてその後北斗のアマの3日間の負け額もラッキートリガーとして合わせますと、もう16万円ぐらい負けてるんじゃないでしょうか。頭おかしくなるぜ。ハゲ散らかるで。僕みたいな人間の引きじゃなかったら、きっとラッキートリガー2回入ってたんで、5万発ぐらい僕じゃなかったら出てたんじゃないでしょうか。僕のね、来店実践、この後大阪、今週大阪に行きます。3月終盤、3月31日、また埼玉県のいつものお店、行く予定でいますんで、もしよかったら、僕の生き様、負けないようにですね、応援に来てもらえると嬉しいです。それではまた。行ってきます、大阪。多分もうラッキートリガー打ちません。皆様気をつけて。寒い。